どうも、吉川修司です。今日はですね、睡眠ということについてちょっと語っていこうかなと思います。私、基本的に寝つきよく、寝起きよくというパターンですね。あんまり他人と比較したことはないんですけども、寝つきもほぼ、床に入れば5分以内にこう寝る感じ。気づいたら意識を失ってる感じですし、目覚ましとアラームで起きてもすぐに行動できるタイプの人間です。寝つきに関しては、もう正直言うと、眠くなったら寝るという形をとってます。特に何時に寝るとか、何時まで寝ようかなという一つの基準はあるんですけども、本当に眠くなったら寝るっていうのを常に意識をしているというか、眠くなったら寝るって当たり前の形ですね。で、今、本当に熱帯夜、暑くて、基本的に私、エアコンをつけたまま寝るのが好きではないので、エアコンは切って、一応窓開けてますけども、窓開けても、熱風しか入ってこないようなんで、朝起きて室温見ると29度ぐらいになってるかなというところです。あんまり危険ですので、真似しない方がいいかなと思うんですけども。そんな中で、ちょっとでも涼を求めて、床に近いところ、今だと銀マットを敷いて、タオルケット生地、タオ、うん、タオルケットじゃない、タオル生地、ガーゼ生地のタオルケットですかね。を1枚。で、T シャツ短パンで寝るような形をとってます。リマットの上でもとりあえず寝れるんですけども、でもやっぱり胸椎の睾丸というのがあるので、ベッドは低反発なので特に気にならないんですけども、こういう硬い銀マットぐらいのレベルですと、バスタオルが枕側にあると、ちょうどいいかなという感じで今寝てます。寝る時間は決めず、起きる時間は決めて、何時にアラームというふうにセットして、今だと大体4時ぐらいに起きている形になります。仮に4時前、そのアラーム前に起きたとしたら、そのまま起きて行動するような形にしています。で、起きてからの行動というのは、もともとそんなに悪い方ではなかったのですが、一番鍛えられたのがやっぱり厩務員として仕事している時ですね。いかにギリギリまで寝るかと。今もそうなんですけども、ギリギリまで寝ていたいタイプの人間ですので、もう寝て起きてすぐ行動できる、練習をしたと言いましょうか。仕事上仕方なかった面があるかなと思います。厩務員時代は一回も出遅れ、つまり遅刻はしたことはなかったですし、本当にアラームさえかけていれば基本的に起きるというような形の体にはなってます。だから眠りが深いか浅いかとかっていうと浅いのかもしれませんけども、朝起きてそんなに不調になることもないので、うまく寝れてるかなと思います。そんな自分のスタイルですよね。眠くなったら寝て、起きたくなったら起きるというような形。仕事をやってるので、仕事の時間には起きないといけないので、アラームはセットしますけども、休みの日なんかはアラームセットしないで、あえて寝るような形をとっていますけども、あんまり長い時間寝れる人間ではないですね。逆に寝すぎて腰痛くなったり、調子悪くなったりする側の人間なんで、睡眠時間自体はそんなに多くなく、少なくてもいいかなというところ。少なくても細かく何度寝でもできる、人間なので、そんな感じで、今も4時に起きて何か食べて、その後また1時間ちょいぐらい、仮眠のような形で寝て、起きてからすぐ仕事に出るというような形をとってますんで、そういう、本眠と仮眠みたいな感じで、今は体を調節して、特に不調もなく過ごしているかなと思います。どうしてもこの暑い中寝れないっていう方も多いですし、やっぱり人それぞれその寝るパターン、エアコンつけたまま寝るとか、部屋はちょっと涼しくないと寝れないっていう方もいると思うんで、それはそれで、いろんなパターン試してみるのがいいかなと思うんですけども、私の行き着いたところはやっぱり眠い時に寝るっていうの。直前まで動画とかずっと見てますけども、寝れないことは基本的にないかな。動画見てて眠くなったら、動画消して寝るような形にしているので、それで、寝るのに手こずることもないですね。当然寝るときには何も考えずに、ただ目を閉じてじっとしてるっていうところが基本。考え事すればするほど
眠れないのは分かっているので、まあ、そういうことも意識せず、ただただ目をつぶってじっとしているっていう形になるので、まあ、そういう睡眠のパターンを持っているのも自分の強みなのかなと思います。まあ、最近なんか自分の話ってあんまり参考にならないなと思っているんですけど、まあ、もし参考になればいいかなと思って、ちょっと睡眠のことに関して語ってみました。何かあればメッセージかなんかください。以上です。